しみる。ああ、米倉先生、お疲れ様。もちもち、ビール継ぐね。今日くらい頑張りなよ。あ、もう、うん、焼きうまっ。にゃん。そうなのかな。自分では普通だと思ってるけど。そう言ってもらえるのは嬉しいね。ほら、うちって個人指導塾じゃない？生徒一人一人と向き合う時間が長い分、そのご自身のことも知っておいた方が、それぞれに合った指導ができると思うし、結果学力向上につながると思うのよね。いやー、そんなに褒められると照れちゃうよ。ほーら、飲め飲め。はあ、にしても最近の子は付き合ったり別れたりするのが早くてびっくりするわ。こっちにはそんな浮いた話少しもないっつーの。いたらこんなやさぐれてないわよ。なにそれ、さすがに二人はいらないよ。そういう米倉くんはどうなのよ。彼女いないの？そうなんだ。もったいないね。米倉くん優しそうだし、女の子にモテると思うんだけどな。ありゃ、世の女性は見る目がないね。そう言われたらそうだね。はあ？二人で？バーカー。誘ってくれたのは嬉しいけど、今日はやめておこうかな。ちょっと飲みすぎちゃったし、それに時間も遅いから。また今度誘ってくださいな。二人きりでバーへのお誘いなんて久々だったな。うん、ちょっともったいなかったかも。ただいま。あ、ゆりね、おかえりなさい。あら、なぎ、まだ起きてたんだ。今日は忘年会だから、遅くなるって言っておいたのに。よりね、お酒があるとご飯あまり食べないから、帰ってきたらお腹すくと思って、お夜食作っておいたんだよ。
なに？どうしたの？さすが我が妹。お姉ちゃん感激しちゃった。よー、ゆりね、顔をスリスリしないで。お酒くさい。あー、編集疲れた。おにゃー、おにー、助けて。よいではないか。何やってんだ、二人とも。素敵な恋人がいるのもいいけど、今の私には家族との時間が何より大切なんだよね。よし、せっかくだからナギの作ってくれた夜食食べよっか。おお、ちょうど腹減ってたんだ。一応三人分作っておいたんだよ。それじゃあいただきます。